ザ・サークルは2017年にアメリカ合衆国で公開されたスリラー映画である。監督はジェームズ・ポンソルと主演はエマ・ワトソンとトム・ハンクスが務めた。本作はデーブ・エガーズが2013年に上司した同名小説を原作としている。本作はビル・パクストンとグレン・ヘドリーの遺作となった。メイ・ホランドは友人のアニー・アラートンの仲介で IT 企業を ザサークルに就職した。ザサークルは、セイチャンゲというシステムを開発したことで、世の注目を集めている世界一の SNS 企業であった。それは、あらゆる場所に設置された小型監視カメラを使って、人々の私生活を生中継するというものであった。セイチャンゲを介して私生活を公開することで、アカウンタビリティが向上するというのが、ザサークル側の主張であった。 そんなある日、メイはタイラフィートに連れられてカメラが設置されていない地下階層にやってきた。タイはザサークルの人気サービスの一つであるトゥルーユーを開発した人間だった。タイはトゥルーユーは私が意図しなかったものに変わってしまった。セイチャンゲは危険だ。とメイに警告したが、メイにはその言葉の意味がよくわからなかった。 メイは友人のマーサーから鹿の角で作ったシャンデリアの写真を見せられた。そのデザインに感動したメイは写真を SNS 上に投稿した。その画像を見たメイのフォロワーはマーサーなる男が可愛い鹿を殺したと大騒ぎした。マーサーはメイの弁解も聞かずに彼女を怒鳴り倒した。死生活を全世界に公開したメイは一躍時の人となり、 ザ・サークルの経営理念に浸水していった。しかし、それが原因で、友人や家族との関係が悪化し始めた。ついに自分の私生活を24時間すべて公開するに、至った、命だったが、透明性への異常なまでの情熱は友人を殺し、会社の重役たちをも追い詰めることになった。カッコ内は日本語吹き替え。パリプレミアでのエマ・ワトソン2014年12月15日。 デーブ・エガーズの小説、ザ・サークルが映画化されるとの報道があり、トム・ハンクスが主演を務める予定だとも報じられた。2015年1月、アンソニー・ブレグマンがプロデューサーを務めることになったと報じられた。5月11日、イメージネーションが本作の制作費を全額出資すると発表した。本作の全世界配給権を保有していたアイム・グローバルは後に配給権を 各国の映画会社に販売し始めた。23日、エマ・ワトソンに出演オファーが出ているとの報道があり、6月24日に正式に出演することが確定した。8月19日、ジョン・ボイエガがキャスト入りした。9月1日、カレン・ギランの出演が決まった。11日、パットン・オーズワルトが本作に出演するとの報道があった。16日、 ビルパクストンの出演が決まったと報じられた。29日、エラーコルトレーンの出演が決まった。本作の主要撮影は2015年9月11日にロサンゼルスで始まった。17日にはパサデナでの撮影が行われた。2017年1月には再撮影が行われた。2016年2月、ヨーロッパコープが本作の北米配休憩を購入したと発表した。 2017年1月、ヨーロッパコープは STX エンターテインメントと共同で北米での配給を行うと報じられた。4月26日、本作はトライベッカ映画祭でプレミア上映された。本作が公開される1ヶ月前に、エマ・ワトソンの主演作美女と野獣が驚異的なヒットを記録したこともあって、本作の興行的成功に期待する声も、 大きかったが、その期待には応えられなかった。本作は、インフィニット、バーフバリオーの外線、ラテンジゴロになる方法と同じ週に公開され、公開初週末に1000万ドルから1200万ドルを稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれすらも下回るものであった。2017年4月28日、本作は全米3163巻で封切られ、 公開初週末に903万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場思位となった。本作は批評家から国評されている。映画批評集積サイトのロッテ点トマト図には116件のレビューがあり、批評家支持率は16%、平均点は10点満点で4.3点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ザサークルは、 素晴らしい俳優たちを起用したが、統制風のテーマを、だらだらと無目的に掘り下げただけの作品になってしまった。となっている。また、メタクレティックには32件のレビューがあり、過重平均値は43、100となっている。なお、本作のシネマスコアは D となっている。インディワイヤーのエリックコーンは本作に C 評価を下しており、 ジョージ・オーエル風の管理社会批判と IT 技術の持つポテンシャルの解明を同時にやろうとしたがゆえに、かえってストーリーの一貫性を書く結果となったと批判している。ローリングストーンのピーター・トラバースは本作に4つ、母子評価で星1つを与え、退屈で時代遅れな作品と評している。一方、バラエティのオーエン・グレーバーマンは本作を好意的に評価しており、 ザサークルは、ディストピアを舞台にしたスリラー映画と言えるだろうが、民衆を支配する邪悪な人間を描き出した凡百の SF 映画ではない。この作品はその手の SF 映画より知的で、身の毛もよだつような作品である。SNS 上で魔女狩りが発生し、人々が何かをシェアすることに取り憑かれている現代に、継承を鳴らす物語になっている。 この作品で描かれたようなファシスト的未来は観客を巧妙に思考へと誘う。なぜなら、そんな暗い未来は今現在に姿を見せているのだから、と評している。ありがとうございます。